玉浦は日本のアニメ作品。原案、監督は佐藤淳一。2010年11月から12月にかけて、玉浦が全2巻の OVA で発売された。翌年には、テレビアニメとして、第1期、玉浦人とせが2011年10月から12月にかけて放送され、第2期、玉浦モアグレッシブが2013年7月から9月に、 かけてそれぞれ放送された。その後、完結編四部作構成の玉浦卒業写真の第一部が2015年4月にオッズとして劇場公開され、最終第四部は当初公開予定であった2016年2月20日から同年4月2日に延期されつつも公開され、完結した。西方寺の石段から西方向を望む瀬戸内の広島県竹原市を 主な舞台として、写真好きの女子高校生である、沢渡りかとその友達が、それぞれの、まだおぼろげな、夢を追いかける物語である。なお本作は、佐藤淳一をはじめ、アリアのスタッフが中心となって制作されている。OVA、玉由良が2010年11月26日と12月23日に、全4話の全2巻で発売された。1話、 約15分で1巻に2話ずつ収録。キャッチコピーはいつか思い出になっていく。だけど消えたりしないよ。ずっとね。テレビアニメ第1期、人と背の第1話と第2話の間の話となる。この OVA の発売に先駆けて ATX やアニメ1で先行放送、先行配信された。テレビアニメ第1期が、 玉浦人とせのタイトルで2011年10月から12月まで全12話で放送された。キャッチコピーは待っていてくれるのは温かな笑顔とお帰りなさい。ATXTBK 東京 MX 放送分のみ提供読みは本作の主要キャラクターが担当している。また終了時の提供画面にはエンドのテロップが入っており、 事実上これがエンドカードとなっている。DVD&BD 第7巻にはテレビシリーズ時未放送の第5.5話が収録された。2012年3月7日に NHK の報道番組クローズアップ現代でアニメの聖地巡礼の特集を放送した際に本作が取り上げられ番組冒頭のタイトルコールとして使用された。2012年3月25日に 東京劇場で行われたイベントにおいて、アニメーション第2期の制作が発表され、2013年4月14日に、東京ドームシティホールで行われたイベントにおいて、タイトルが、たまゆらモアグレッシブとなることが発表された。2013年7月から9月まで、全12話で放送された。キャッチコピーは、あなたの笑顔が一番のありがとうなので。こちらは、 提供画面とエンドカードが別々になっている。2014年6月7日には第2期の OVA が発売された。2014年8月3日に日比谷公会堂で行われたイベントにおいて2015年春に完結編4部作が劇場公開されることが発表された。また、同年12月17日には完結編のタイトルが玉浦卒業写真であることと、 1> 第1部のタイトルが、目から兆しマイナスであることが公式ホームページ上で発表された。オッズとして、第1部、目から兆しマイナスは2015年4月4日、第2部は8月29日、第3部は11月28日、第4部は2016年4月2日より2週間、限定で、劇場上映と、劇場限定版 BD が発売。また、 劇場公開前週に制作に名前を連ねている ATX で前作を放送している。配給は、小畜メディア事業部。2015年5月8日より通常版 BD、DVD が発売。キャッチコピーは、みんなの笑い声、温かな街、何もかもが大好きだった、私たちの高校最後の夏が過ぎていく。 少しずつ少しずついつの間にか変わっていく。当たり前だった毎日、いつか思い出になっていく。だけど消えたりしないよずっとずっとね。次の春、私たちは卒業する。随所に、瀬戸内や竹原の実在する場所が登場するが、主人公たちの通う学校は、竹原南高校という架空の高校となっている。2015年1月24日の、出没。 アドマチック天国の竹原氏の特集で本作が13位で紹介された。潮入りに住む沢渡りカエデは高校進学を機に父を亡くしてから疎遠になっていた竹原への引っ越しを決める。そこで、カエデはかつてよく竹原に来ていた頃に遊んだ花は薫と再会し、岡崎のりえ、桜田朝音とも友達になる。4人は竹原南高校に入学する。 そこで、楓では、憧れている、写真家のしほみりほと会ったり、塩入りで、仲の良かった三チヒロと再会したり、父の死によって果たされなかった花火大会や、同系の道での約束を果たしたりする。しかし、自らには、他の三人にあるような、目立った取り柄がないと考えた、カオルの提案で、私たち点を、休暇最低で開くことになり、またその予行演習として、 アサオンは、憧れていた乙女座の舞台に立つことになる。四人は進級し、道後渡郎の協力を得て、カエデは、写真部を創部する。そこに声をかけたのは同型の道で、カエデの写真を撮り、書を取った、三谷かなえだった。写真部は、カエデとかなえそして、カエデを支援する三人が集まる、ポッテ部を合わせた五人で活動する。カエデは、 父の訪れた場所を訪ね、父の残した足跡をたどる。また五人とカオルの姉の花はさよみは、横須賀に行き、千尋とその友人の友ちゃんに会う。しかし、カナエは受験のため、私たち店を最後に部活を引退する。その後カナエは大学に合格し、高校を卒業した。卒業写真第四部にて、カエデと同居するようになる。人と背寄り登場。 モアグレッシブより登場、卒業写真より登場テレビアニメの放送情報。OVA 第一作は ATX アニメ1公式サイトなどでも放送、配信された。玉湯ラジオに先立ち、2010年4月1日より、ウェブラジオ、玉湯ランドが配信された。2011年5月5日から同年6月30日まで、竹原 &R が配信された。 パーソナリティは、ギブユーコ。2010年7月30日から同年12月31日まで、公式サイトにて、ウェブラジオ、たまゆラジオが配信されていた。毎月最終期に曜日更新、全7回。パーソナリティは、竹田津彩奈、明日美香奈、井口優香、ギブユーコの4人が、月替わりの当番制で担当する。冒頭に、その回の担当者による、ラジオドラマ、 ドラマインタマユラジオが流される。2011年7月14日から2012年3月30日まで公式サイトにて配信された。毎月第2木曜日更新。第1期同様、パーソナリティは、竹田津彩菜、あすみかな、井口優香、ギブ優子の4人が月替わりの当番制で担当する。2013年6月7日と6月28日に、 文化放送超 A&G にて、玉浦モアグレッシブの放送直前企画として映像を配信された。パーソナリティは、ギブユーコと佐藤純一、ゲストは和田京子。2013年7月8日から12月22日まで文化放送超 A&G にて各週で、月曜0時30分から1時に配信されていた。パーソナリティは、 玉浦ジを人とせまでの持ち回り性ではなく、毎回、あすみかなと、井口優香が務める。第3回には、ギブ祐コ第6回には、竹立彩菜また第12回には、真島敦厚志がゲストとして出演。卒業写真の公開を記念した、特別出張版。劇場で販売されている、卒業写真第1部のプログラム、玉浦メモリーズ3年生。 旬に掲載されている画像をアプリケーションで読み取ることで視聴できる。玉浦に出演する声優がキャラクター作りのために様々なミッションにチャレンジする。公式サイト上で配信。ニコニコ動画の投稿者口笛村の村長と桜田朝音役の儀、竹優子によるコラボレーション企画。生徒役の義部と一緒に日常に使用する口笛語を学ぶという企画。 無料ウェブコミック誌、エイデンにて、OVA 第一作のコミカライズが2010年10月8日から2011年3月11日まで連載されていた。OVA 第一作では描かれていないシーンや、それぞれのキャラクターのセリフが異なるなどの変更点が存在する。また2011年10月5日からは、テレビアニメ版のコミカライズが、 玉浦人とせのタイトルでスタートし、2013年1月20日まで連載していた。また漫画担当はいずれももも。原作者として佐藤淳一がクレジットされている。各社にて、着せ替えツールのほか様々なアプリが提供されている。本作の主要な舞台は、広島県竹原市である。竹原は、瀬戸内に面した港町で、秋の小京都と呼ばれる。 古い街並みを持つ。本作では、竹原の風景を忠実に描いている。そのため、竹原市もアニメに関した、イベント、玉揺らぬ日の開催や舞台訪問コースを、市の公式サイト内で紹介するなど、アニメとのタイアップ企画を積極的に行っている。アニメ版では他に、呉市の呉駅周辺や、 みたらし地区をはじめとした大崎下島も作中の舞台として登場する。さらに下鎌狩町にある乱闘画美術館が別館では人と背で甲が畳に横になった時に天井に太い文字が書いてあるのが別館モアグレッシブでリホの展示会場の一角でカエデの作品展示があるのが本館であった。また、 地元民間テレビ局であるテレビ新広島でも放送された。また、主人公の沢渡りが高校入学まで過ごした神奈川県横須賀市の潮入りも始まりの街として物語の序盤に登場する。そのため、横須賀市でもテレビアニメ化を記念したイベントやタイアップ企画が行われている。こちらも地元民間テレビ局である TBK でも放送された。 舞台となった竹原や横須賀などの地域においては自治体や関係企業等とのタイアップが積極的に行われている。玉ッピングフェリー横須賀でのタイアップメニューの一つ玉浦人とせに関するカテゴリー、玉浦モアグレッシブに関するカテゴリー、玉浦卒業写真に関するカテゴリー、ありがとうございます。